さあここから美濃街道を走っていこうと思います。あそこのねコカ・コーラの看板じゃないわ、ボトルクーラー、そこからスタートをします。ちょっと戻ってます。ちょうどねお城がちょっと木に隠れて見にくいけど、お城のお堀の奥からスタートします。ちょうどここ喫茶ユニコーンの何がいいかというと、あれボトルクーラーね、コカ・コーラのボトルクーラー、瓶のコカ・コーラよくあれで冷やしてたでしょ、あの右側に栓抜きがついてるあれね、懐かしいね。昭和の時代はいくらでもあったけど、もうほんとそうね、ここ最近見たことない。ここにはあります、懐かしい。それではスタート、ここで堀川を渡っていきます。いつもの名城市場の前を通過、本場パン売っとる。喫茶都の跡地もねいいね。今は江川端通りの商店街を交差しました。今日は目的地があるからね、ちょっとさらっとこの通りは流しますけど、なので私が焦ってこう取材に行ってるのはそういうとこなんです。抱えてるから、特に若くしてなくしてるので余計なんです。だから取材できるときはとにかく取材に先に行こうと。究極編集アップは体が動かんようになってもできる。なので取材優先で今生きています。毎週1本上げても多分2年分ぐらいは優に動画の素材があります、私の場合は。だから別に人真似をする必要は全くないです。同業者の方がね結構真似される、私がやったあと数ヶ月後に行ってアップされたり、サムネイルを真似られたりとかいろいろありますけど、まあおそらくネタ切れしてんだろうなって。で私の今この自分の観点に言ってはネタ切れはないですね、生きてる間ずっとやれる。だからそんな心配は全くしないんですが、私の場合はそれよりも死んでまわへんかしらんというそっちの方ですね、心配は。死んでまったら何もできないんで、できればね私の親族に私が亡くなってもこの名古屋人のための名古屋ガイドは継いでほしいなとは思ってますけどね。せっかくこう始めたチャンネルでそれなりに視聴者の方がついてくださるので、間もなく宮尾の前、私の好きなよく昔から利用しているうなぎ屋さんです。宮尾のね実食レポート一回したけどね、まあ動画にしてませんね。ここね宮尾ここ両サイドレトロありますけど、ちょっとさらっと流しますね。ここもレトロやな。結構この美濃街道、先ほどの名古屋城のお風呂の横からいわゆる城西のあたり、城西地区からずっと新川、西宮島の方までずっと続いてる道です。ここもレトロだね。拡大するかぎりはクッピーラムネ、いわゆるクッピーラムネね、名古屋人にとっては懐かしい。だから個人的にはねクッピーラムネ好きだけど、砂糖だてかんわ、ブドウ糖じゃないで。砂糖はねやっぱりよろしくないね、あんまり。ブドウ糖のがいいですね、ラーメン。どうせラーメンで食べるならブドウ糖で、ブドウ糖で作られてるのって言えば春日井のラムネ、春日井製菓のラムネはブドウ糖です。別に私はあの回しもんでもないし、企業案件も何ももらってないけど、お金をね。あちらはブドウ糖、まあ、ラムネはブドウ糖でしょ。この階は古いね、この家ね、これは古いわ、もう古いね、内藤利用かなり古いで、同業者の方真似しないでください。特に私が行った後に追っかけられるともろ真似てんじゃんって思う、正直。お前もそういうのあるかろう、あるやろうって言われるかもしれないけど、あんまり私同業者の意識してないんですよ。だから知らない。同業者の方って言ったらもう限定的ですけどね、あまあはっきり名前言うのもなんだからここでは言いませんが、あただネタ切れしてんだよなって私は思っちゃう。まあ少なくとも私もう50数年、55年以上名古屋で生まれ名古屋で育ってきてますから、いろんな蓄積ありますよ。いろんなとこも行ったし、いろんなとこに住んだし、だからそうそう負けません。で自転車という機動力があるし、そもそも自転車乗り回せるだけの体力があるから、ちなみに毎週おおむね100キロ乗ってますよ、100キロ土日で。
名古屋市内だけで一部行っちゃうんですよ、意外とね、取材してると。まあそうだよね、辻ごと全部の通り走ってるから、そのある一角に行った時はあっという間に距離伸びちゃう。だからこの今乗ってるね、取材用車両、これ取材用にね、もう特化したカスタムをした車両乗ってますけど、もう今1300キロ、買って1年も経ってないけどね、1300キロですよ。あんまり皆さん自転車で距離測らないからピンとこないでしょ。まあ普通のね、いわゆる小金の用の自転車とかではそんな距離気をつける人もいないし、距離がピンとこないと思いますけど、1300キロ、1年経ってないです、それぐらい乗ってます。だからもうちょいしたらちょっとね、まあ、スプロケットギアの類はまあいいかもしれんけど、ちょっとなさそうなパーツは早く頼んどかないとね、いざ買いたい時に買えれなくなっちゃう。まあ買いの自転車はまだあと3台あるから別にいいけど、ちょっと部品を発注しとかないかなという、そんな感じですね。今もひどいですよ自転車。友人が昨年8月に発注して10月に来るって言ったのに未だに来てません。自転車でそんなもんですよ、すごいっしょ。硫黄幹いいね。ここの信号は変わらんな、なかなか変則的な信号だね。自転車の趣味、鷹研クリーニング、懐かしいや。こっちもレトロ、こっちもレトロ、こっちも山陽伊勢一プロパン、すごいね、かっこいいよね、レトロな一角で。名鉄の名古屋本線と犬山本線もこう通ってるかな。左が東琵琶湖の駅だと思います。はい、美濃寺ですね。はい、ここにこんなモニュメントというかものがあります。ここの河原、護岸工事したね、前どこだったか覚えてるんだけど、こんなに綺麗ではなかった。ここの高は結構古いね。まあ何度も行ってますけど、琵琶島方面に向かってます。西琵一回動画にしとるよね。まあ何度か入って撮影してますけど、こうやって見てね、名古屋駅すぐそこなんですよね。面白いよね、なんとなくですが綺麗になったね。風が冷たいのとね、すごい風なんで目が痛い、涙出てくる。この辺も綺麗になったよね、なんか昔どういう風だったか雑然としてるような印象ですけどね。陸橋変わらんか、あんな風ですよね、保線橋はね。ただご多分に漏れず、昔からの住宅街がどんどん建て替わって、中にはマンションも建って、その辺もなんかあったよね、家がね。すっかりなくなって取り壊されて綺麗になってます。